広島県は25日、西日本豪雨による廃家財や流木など災害ごみの量が県全体で約200万トンに上るとの推計を明らかにした。4年前の広島土砂災害時、約53万トンの約4倍で、処理費用は約430億円が見込まれるという。県によると、市町別では大規模な土砂崩れが起きた呉市が最も多く、約72万トンで全体の 37.2% を、記事全文を読む。